こんにちは。声ガサガサだった。こんにちは。よし、こんにちは。今日はメイクして準備配信をします。しゅんさん、お疲れ、ありがとう。おはよう、こんにちは。コナンのね、録画見てたら気づいたら30分でやばいやばいってなって、犯人がね、分かる寸前で今一時停止してきました。カメさん、タコありがとう。ジョノラゴさん、ハート。あいみくん、ハート、ありがとう、ありがとうございます。あ、鏡持ってくるの忘れちゃった。会議中、頑張れ会議。ハルさん、カップアイス、ありがとう。今日は1時まで配信するから、会議終わったら来てね。流星さん、だるま、ありがとう。鏡取りに行こう。鏡持ってくる。まだパジャマなんですよ。よいしょ。今日なんか暑くないですか？めっちゃ今日暑い。はい。暑い。扇風機強くする。クーラーをつけるほどではないけどみたいな暑さ。ね、暑い。なんかジメジメしてる気がする。塗ろうと思ったら違った。ね、クーラーつけてんの？いいね。いいですね、クーラー。クーラーと扇風機つけてる。リンゴゴリララッパパセリっていう知りたりな TikTok 知ってる、知ってるというか、その芸人さんとお仕事ご一緒することあります。あれ TikTok っていうかお笑い芸人さんのやつだから、広島の方だからよくラジオでご一緒します。だから知ってるよ。こんにちは、メンバーさん。右田ピッポさん、だるま、ありがとう。こんにちは。やっほー。今日は曇ってる気がします。広島曇ってる気がする。わかんない、でも外見てないからまだわかんないけど、多分曇りですね。曇りか。今日は火曜日。アルテミスさん、だるま。しゅんさん、だるま、ありがとう。さんちゃん、ハート、ありがとう。こんにちは。曇り時々雷。曇り時々雷なの？雨じゃなくて？どういう
東京晴れてんの、いいなぁ、いいな、いいなぁ、羨ましい晴れ。まあ暑いだろうけど。ああ35度なの？広島何度だろう。広島も暑そうですよ。でもこんにちは。昨日 TikTok で見たなんかメイクのやり方みたいなので、この目のさ、ここの線描くときにこうやってここに置いて顔をシュッてしたらちょうどいいラインが引けるみたいなやつ見たんですよ。こうやってやったらシュッてなるみたいな。でも試す度胸はないです。誰かやってください。モブローさんハート、真空系さんハートありがとう。少しだけ現地追加しました、ありがとうございます。春坊さんハートありがとう。そう、顔を動かすんだって、シュッってやるらしい。本当かな、本当ですかね。ちょっと手でやってみよう。こうやってこれが目とするじゃないですか。でここにこれを置いて目尻にシュッってやったら、あーなんか変かも。むずー、無理だわ。難しい。歯磨き、え、たまに予選こうやって磨く人ふざけ。ああ暑い。手より首の方が震えない。え、でもさ、角度とかをさ、首間違って上に向いたら下になるし、こういったらこっちになる。難しい。すごいね。なんかね、眉毛を上手に引く方法は、鼻からこの目尻を通ってここのラインが眉尻のラインらしいです。これは STU 入るぐらいの時に YouTube 見て勉強した。この鼻のここの小鼻のとこからピーって引いたとこ、ここが眉尻になるようにするとバランスが良くなるそうです。本当かは知りません。こんにちは。眉毛を薄くします。眉毛を茶色にします。こっちがビフォーアフター、眉毛が茶色になった。蓋閉めるの失敗しちゃった。ティッシュ、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 よいしょ、ティッシュ、ティッシュ。今度やってみて。絶対やらんな。やってみて。あきもさんカップアイスありがとう。今日もなんかアイス食べようと。昨日ね、配信始まる前と配信の後にお母さんとテレビ電話しとったんやけど、配信の後さ、あのアイスが食べたいって、アイス食べたいから買いに行ってくるわって言ってね、帰ってきてちゃんとね帰ってきたよって言わなかったんですよ。寝たかなと思って。もう別にさ、私はもう成人してるし、そんな帰ってきたよとか言わんくていいかなと思って何もね報告しなかったら電話かかってきて、ちゃんと言いなさいみたいな怒られて、あの心配になるでしょ、ちゃんと帰ってきたから報告して言われて、久々に怒られました。ごめんなさい。
いつアイス食べるのって言われたから、もう食べたって言ったら、え2個もって言われて、2個買ったよーとか言ったら、えもう2個も食べたのって言われた。ごめんごめんじゃん。そう、心配かけてしまいました。え、今日ちょっと目の下ピンクになりすぎてる。やだやだ。赤い。よー。ピンクだ目の下。薄めましょう。そう。すぐね、アイス食べると思う。たった2個？あ、そっちの心配されたの？ 2 個？って今日どうしたの？って調子悪い？って思われたんかな。そうかもしれん。最近のおすすめアイスはもう私はチョコモナカジャンボとジャイアントコーンばっか食べてます。毎日そのラインナップだからね、毎日同じ食生活を。朝ヨーグルト食べて、バナナ食べて、お昼オートミール食べて、もう全く同じ食生活です。何の変わり映えもない食生活を送っています。今日のお昼はまだ決まってません。みんなは何ですか？ね、アイス脂質高いからね。そう、怖いよね。そばかそうめん、かき揚げそば。おー、パルムのモンブラン。お昼、どうしよう、何食べよう。今日までの期限の卵があるんですよ、2個。だから卵料理にしようかなって。あと納豆もある。納豆と卵があります。何にしよう。あと冷凍、この前買ってきたサバを切って冷凍してるから、サバもあるけど、サバと卵は合わないよね。どうかね。オートミール、サバの塩焼き、納豆にしたら超和食でいいかな。どうしましょう。どうしよう。どうしよう。オートミール。オートミール和食に入るよね。入んない？入んないのかな。入る？どうですか。ちょっと雲を消します。入らないの、オートミールって。どうなの、あら、何食なの。食じゃない、洋食なの。クックさん、だるまありがとう。その先歌える？無理、歌えない。ドトレトミの音が出ない、ドトレトミの音が出ない。結構さ、大事じゃないですか。ドトレトミの音が出ない、結構大変。主要メンバーじゃない？ねえ、ドとレとミは。ごめん。みつさん、だるまありがとう。とっても大事にしてたのに、
壊れて出ない音がある。悲しいね。だってチューリップの歌弾けないもん。ドとレとミがなかった。ドレミドレミが弾けない。あ、天井高い方のドで。壊れたらと思わせて吹けないだけ。あ、そういう歌なんですか。そういうことなの。吹いてるけど吹けないよって。吹いてるけど吹けない。壊れてしまった。大事にしたのに。どうしようどうしようってこと。じゃあファから吹いてみなさいよ言ったらいい。ファから吹いてみ。どうしような後人によって違う説。え、なんかさ呪文みたいなとこでしょ。トゥットゥルルトゥットゥルルルトゥルトゥルトゥットゥットゥンとこでしょ。私もこの前思ったんですよ。メンバーが歌っててなんだそれと思ったもん。え、そんなんだっけと思って。私が習ったんと違うな。人によるのか。トゥ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 。はい、鼻ができました。鼻の製造に成功しました。パッケラマーオーって言ってんの。どういう意味なのパッケラマーオーって。たかちゃんお断りです。パッケラマーオー。何でパッケラマーオーって。ハロー、こんにちは。こんにちは。パッケラマーオーって何ですか。パッケラ窓。パッケラ窓なの。何パッケラ窓って。どんな窓。都会で暮らす友達が見てる窓ですか。都会で暮らす友は物しか見ていないらしい。都会に住む皆さん窓しか見てないんですか。他にも何か見るものがあるんじゃないですか。何言ってんの都会の人って。夜景黄昏れてるの。何言ってんだろう。窓の外が壁です。あ、私が沖縄で泊まったホテルと一緒だ。海が見えるかなと思ってカーテン開けたら壁でしたショールームか。都会で暮らす友はショールームしか見ていないらしい。まあそうよね。都会はもう人が多くてお家にいるのが一番。空見てんの。隣の洗濯物見てんの。通報されないように気をつけてね。窓、あ、そういう窓か。そういうこと。あのショールームとかの二窓ってことを言ってんのこの音。なるほどね。都会で暮らしてるからパソコンとかスマホとか二台持ちとかしてて窓いっぱいあるよっていう、そういう私みたいな二台持ちしてない人のことをちょっといじってきてるのか。こんにちは。そういう歌なのか。嘘だ、騙されない。こうさんだるまありがとう。あつやこんにちは。うん、メイク終わりでいいか。終わりでいいね。おしまい、おしまいです。
こんにちは。いやー、窓開けた、嘘、最近さ窓開けた方が涼しい説ないですか？私は閉じてるけど。パッキャラマラド、友よ一歩一歩進めってこと？え、そんな深い意味があったの？あんなパッキャラマラドみたいな言ってる、あのなんか爽やかな感じで、友よ一歩進め、友よ一歩進めって言ってんの？え、そうだったの？本当？友よ一歩一歩進め、友よ一歩一歩進め、パオパオパパパみたいな意味だったのか。深い。トールさん、だるま、マチッチさん、ハート、チャンレナ、カップアイス、カズノシンさん、かわいい、リュウセイさん、だるま、ありがとう。トワイプイプスメ、トワイプイプスメ。覚えとく。覚えとく。うん、このリップさ、かわいいんだけど、ベリーの味がするのね。これを車に乗る前に塗ったら、車酔いしちゃいそう。ベリー、今口がベリーです。じゃあ前髪を、あー前髪しようと思ったけど櫛がない。あー櫛がない、もさもさもさこ。匂いが結構ある。匂いって結構さ車酔いに影響するよね。なんか友達のお家の車とかさ、普段慣れない匂いとかだとやっぱそういうのあるよね。マイケルさん、バラありがとう。この前ね、ホテル泊まった時にさ、お仕事で櫛を多分忘れてきちゃって、それかメイクさんのとこに間違って置いてきちゃって、櫛が一個行方不明になりました。今日買おうっと、今日買おう、こうね。100円ショップのコームで生きてる。ひろっちさん、だるまありがとう。だるま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 。バスの匂い、バスの匂い、どんな匂い？バスの匂い、ん、どんなだ。アメニティの櫛、アメニティの櫛も使うよ。お風呂上がりはアメニティの櫛で溶いて、アメニティの櫛はさあれでしょ、となんていうの、櫛のさ、この櫛のこの櫛のとこがさ、感覚がこう広いやつ。前髪をするときはあのコームっていうちょ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 ってやつ、目がこうキュッてなってる。2個使います。お風呂上がりとかは太めのやつで軽くほぐしてから、消毒の匂い、ご時世的にとかじゃなくて、カズノシンさん、尊いありがとう。ウィルさん、カップアイスありがとう。アディクテッドツーユーさん、だるまありがとう。もう着替えようかな、このパジャマがもう暑いかもしれない。このパジャマ生地が良すぎて、ちょっと着替えよう。今日はどんな気温だろう、何がいいんですかね。ゆきさん、カッパイスありがとう。今日は何の服、どんな服がいいと。暑いかな、
暑いですかね。決まった。服決まりました。じゃーん。黒。黒で。決まり。熱い。電気消してくるの忘れた。電気消してきます。やばい。くしこんなやつ、こういうのパズが言ってる、くし持ち運び用のやつを、ね、一個どっかに忘れてきました。100均のねピンクのくしを見かけたら、それは私のです。あちいね。もう髪の毛今日さアイロンしなくてもいいかな、許されるかな、これはこのぐらいの、いいか、今日はアイロンなしで。あずーい。あずい、あずい。やけどはまだもうちょっとかかりそうです。跡が残っちゃった。ね、黒がね暑いよね。昨日も黒着てたからめちゃくちゃ暑かった。あ、アホ毛のやつ持ってきたらよかった。今日もアホ毛が元気です。こんにちはって言ってます。みんなもアホ毛にこんにちはしてください。こんにちは。メイク道具に名前、メイク道具にねハートのシールを貼ってたんですよ、もともと。けどそのハートのシールとかがキラキラしてる可愛いシールを貼っとったんやけどね、それがなんか剥がれてきちゃって、あ、こういうのピンとかにも全部ハートのシール貼ってたけど見えますかね。ハートがさいびつじゃないですか。シールの透明の部分だけ残ってキラキラがどんどん剥げていって汚くなっちゃうから、最近はもうやめた、そのお名前シール的なのやめちゃった。やっぱマッキーで書くべきかな、尾崎セリカって。そしたらさなくさないのかな。でも恥ずかしいよね、こういうのとか。どこに書く、ここ試しに書いてみる。でこぼこしてる。おさきせりか。これで安心です。でもこれは中にこうやって筆が入ってるんですよ。こうやってね。これ眉毛描くやつなんだけど、筆には描けないじゃん。
だからシールを貼っとったんやけど汚くなるんですよね。困ったね。困っちゃったわよ。あ、ひらがなで書いちゃった何も疑わなかった。漢字とか思いつかなかった。お名前イコールひらがなでした脳みそが園児かも。やっほー、チューリップ。どうしたらいいんだろうね。なんかさ、同じメイク道具使ってるメンバーとか多いんですよ、こういうのとかシェーディングとか。だからそういう時にね、分かりやすい方がいいかなと思ってシール貼ってたけども、シールが汚くなるって気づいて、どうしたらいいものか、何が正解なのか分からなくなってしまいました。これから一体どうなっちゃうの。でもこの筆はブラシはセリカってここに彫ってあるから、これは貼らなくていいんですよ。見えるかな、 YouTuber みたい。見えないです。セリカハートって書いてるから、これは彫るしかないの。もしかしてメイク道具に全部これいただき物なんですよ。セリカ、こんにちは。シール落としで落としてからまた貼るの。あり。ありだね。こんにちは。サンリオのロゴみたいこれ確かに S から始まるから、確かに。え、かわいいね。そう思ったらサンリオのロゴわかるよ、伝わる。なんかあるかな、ちょっと待って。サンリオのロゴ、ポチャコのロゴだった。サンリオのロゴ、マイメロディ、あ、これでしょ、これね。ここね、似てる。どう、え、確かに。え、確かに。え、意識してくれたんかな、もしかして。じゃーん、上がサンリオ、下がセリカ。今日はね、苗字の日らしいよ。明治何年かの今日に平民が苗字を使ってもいいみたいなのが始まった日らしいです。今日9月19日。で、私の苗字は尾崎じゃなくて尾崎です。名前はセリカ、ニックネームはパセリ。セリカ、セリカ感のないセリカです。自分でもね、名前忘れがち。結構自分がセリカっていう自覚もあんまりなく生きてる。みんなはどう、自分の名前しっくり生きてますか。社会に出るとさ、あんまり名前って呼ばれないじゃないですか。苗字とかが多いんじゃない。どう、学校の頃とか名前多いかもだけど、どうですか。苗字、どういう苗字が今多いんですかね。やっぱ田中とか佐藤がずっと多いのかな。変わらないのかな。それはこれから先さ、人間がどん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 増えててもやっぱ田中と佐藤は多いのかな。苗字、苗字。会議終了、お疲れ様。ガンドリさん、だるま、ありがとう。しっくりきてます。このハンドルネームしっくりきてんの。私もパセリ結構しっくりきてるからさ、しっくりきすぎてパセリって名前に、昨日お母さんとテレビ電話してる時にパセさーとか言っちゃった
パセはとか言って、あ、間違ったパセはさーいたな、もうナチュラルに出ちゃって恥ずかしかった。キュンジさん、カップアイスありがとう。普通の名字はつまらん。そんなことある？つまらんことある？こんにちは、今はパセとして生きてるから。パセパセパセ、普段は一人称違うんですよ、お母さんと話すときで。最近なかったよ、そのパセ間違い。たまにあるよ、年に何回かパセって言っちゃうときがあって、パーコとかあるけどさ、最近なくて久々にやっちゃいました。パセ学校同じ名前の子いたよ、セリカちゃん、一個下にバスケ部のセリカちゃんいた。セリカちゃんおりました。もう悲しいエピソードよこれは。私ともう一個下のセリカちゃんいて、セリカちゃんの方は結構社交的というか、二個上の先輩とかにも可愛がられてるタイプで、で可愛い方のセリカちゃんっていう風に呼ばれてました、その一個下のセリカちゃん。え、私はパセ、こんにちは、やっほー。そう、セリカちゃん、セリカちゃんとか珍しい名前、何ちゃんついたかな、琥珀ちゃんとか、保育園の頃琥珀ちゃんとかいた、可愛い名前だなって思ってました。すみれちゃんとか、どんな名前がいたかな。流星さんだるまありがとう。マクールさんだるまありがとう。だるま、ゴーゾさん、だるま、朝生テレビさん、ハートありがとう。ねえねえ、扇風機をさ最大級につけてるからさ、今日でつけてるからもうアホ毛がもう盛り上がっちゃって、もうずっと頭でさ、ドトレトミの音が出ないが流れてる。仕事で保育園行く、え、何の仕事なの一体。仕事で保育園行ったり、なんとか賞みたいなとこ行ったりするってこと、なんとか曲、なんとか賞みたいな。ゆきさん、レインボースター、風野新さん、カップアイス10個ありがとう。子がつく名前最近減ってんのかな。キラキラネームさ増えてんの、減ってるんじゃない、さすがに。キラキラネーム、キラキラネームの概念が変わってそう。キラキラネームと思ったけど上には上がいたから私はキラキラネームではないなみたいな、どん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 変わってそう。会議は眠くてつらい、頑張ってビンタして、自分だよ自分、隣の人とかじゃなくてビンタする、隣の人ビンタしたらもう出禁になっちゃう会社。あ、当て字問題でも、セリカも当て字をヨリカって呼べたことあるもん。こんにちは、今日は1時までしたらお昼ご飯を食べます。メニューは納豆です。新エモンさん、レインボースターありがとう。こんにちは、キラキラネーム、
思いつかないな。キラキラ、ね、ダイヤモンドとかそういうことでしょ。宝石って書いてダイヤモンドみたいなことよね。会議は終わった後の報告資料作成が大変。会議終わった後もあるのか。はあ、大変や。会議っていうのは準備もあるんでしょ。納豆はたくさんネギを入れる派です。あ、ネギ食べたい。ネギ、あ、ジュエル、あ、宝石って書いてジュエル。じゃあ宝石猫でジュエルキャットね。え、ジュエルキャットだっけあれ。ジュエルペットか、サンリオのやつ。プリンセスキャンディーさん分かるよ。夜更かしで見た、あの免許証みたいに出してくれる人でしょ。すごいよね、夜更かし。プリンセスキャンディーさんをさ見つける、たまたま出会う。なんて呼ばれてるんだろうね、プリンセスキャンディーさん。名前プリちゃん、プーちゃん、キャンディーちゃん、プリンセス。プリキャン、なんかプリキュアにそう。こんにちは。頑張ろうね、みんな。人の名字とか名前読むの難しいから。一か八かみたいなとこあるじゃん、渡辺と渡部とか。二択どころですらないみたいな。渡部とかさ、漢字とか難しいじゃないですか。ベが人それぞれでね。山崎さん、ハートありがとう。満席で外待ちな、暑そうだ。外で待つのは暑そう。山崎さん、ハートありがとう。なんかの衣装ですか、これですか。これは全然着ていないブラウスです。なんかすごい形してるね、これ。おお、上の上がりがいいよ。すごい腕が上がる、この服。ここがめくれるからさ、こうキュッてなってたらこうやってなるけど、これはすごく反対までいけちゃう。うん、いいですね。でも暑そうです。白い線がイヤホンの線に見えた、これ確かに、確かにね。でもこれ見たら全然白じゃない、グレーだ。遠目で見たら白。こんにちは。みんなお昼休憩入ったからかな、いっぱい来てる。いやー、どうも。ネギ高いの？もう何でも高いね、お野菜今。暑いのも困っちゃいますな。お野菜が値上がりしちゃうし、台風も困るし、困っちゃうね。手挙げて歩くのこうやって逮捕されちゃう、不審者だ。何してるんですか？言われて、ちょっとコメント欄で言われて試してます。コメント欄？何ですかそれは。井出さん、ハートありがとう。うん、着替えた。上だけね、下はまだパジャマだよ。
着替えまして、夏はアイス食べたいね。でもまだ夏ですか、夏なのかな、やっぱ夏だよねこの暑さは。でも世間は服屋さんとか行くと秋服冬服が始まってて、夏服がねセールなんですよ。夏ですよねやっぱ。そうだよね、夏だよ、だって暑いもん、グデグデしちゃう、溶けちゃう。ミックさんカップアイス10個ありがとう。だって33度とか35度とかなら夏よ。去年のね写真見返したら長袖着てるの私、びっくりよ。この前さ見返してて長袖着てる日があったんですよ。さすがにびっくりしちゃったよね。9月の写真を遡ります。去年の9月、えい、去年のパセリさんはねアリアリアリオの収録に行ってました。え、長袖の日があったんよ。ちょっと待ってよ、見つからないけど、え、去年は涼しかったですか、私がおかしいだけ、え、今年が異常ですか、それとも私が異常ですか。暑かったよね、え、暑かった、え、え、寒かった、寒くはなかった、え、え、長袖着てるよ私やっぱり。9月ほら長袖のワンピース着てる。え、急に変わったりします、これから今週末とかで急に冷えるみたい。超長袖去年帰省してるけど長袖着てる。あれ今年が暑いのかこれ言ってほしい。お母さんにこれ私がちっちゃい頃からよく家族のなんかお祝い事、卒業とかお誕生日とかに行くハンバーグ屋さんなんですけど、そこに行ってねあの PR 舞台で長崎ツアーがあるからファンの方に教えようと思って、このお店をだから写真を撮ってほしいって言ってお母さんにお願いしたんよ。そしたらお母さんさ写真とか普段撮らないからさあの慣れてなくて画角がめちゃくちゃ下手くそで肝心のご飯が見切れてるんですよね。それで怒ってる顔不機嫌そうって顔して、ほら長袖着てるよ私。見てください、ケーキをケーキ屋さん行ってお母さんとケーキ3個半分こずつ、めっちゃ怒ってる、ね、まだ半袖どころかノースリーブでも暑いぐらいなのに。牛エモンじゃない、牛丸です。牛エモンはね長崎あるけど行ったことない、ちっちゃい頃にあるかもだけど。牛丸です。あ、でも半袖の日もある。大吉さん、だるま、ありがとう、ね、めっちゃ怒ってるそんな怒らなくてもいい。あー、待ってください、本通りで見つけた雲の写真撮ってた、削除しよう、削除しました。
本通りを歩いてた時に去年クモがいたんですよ。足がすっごい長い大きいクモがいたから、その写真を撮ってて残してた。なんか今ちょっと見ちゃった。削除削除。うわ。やだやだ。クモ苦手。クモとアリ苦手。あとゴキ。この前どっかね、どこだっけ、どっか歩いてる時に、あ、そう、お仕事の時に、あの海の近くだったんですよ。で歩いてたらゴキブリが歩いてて道、野生のゴキブリだーって言って、メンバーとわーって言って、5歩ぐらい歩いた先にもう1匹いた。わー、野生のゴキブリだーって、なかなか見ないよねーとか言った。5歩歩いた先にもう1匹いました。ゴキちゃんいた道端に。キャー、この前ネズミもいました。この前はスーパーに行くときに、スーパーの入り口のとこの草陰になんかパパパって走ってたんですよ。ネズミだった。昨日パンちゃんの家にクモ2匹出て退治したらしい。やばい。パンちゃんちクモめっちゃ出るね。あ、パセリッチは出た。昨日虫、カメムシがいました。あの緑の方の。昨日そう、窓際になんかいるなと思って、なんだろうって近づいたら、カメムシこうやってひっくり返ってて。でもさ、私最近窓開けてないんですよ。怖くない？玄関からしか入るとこないんですよ。でも玄関と正反対の的側のとこにいたの、カメムシが。えっと思って、私の家穴開いてる？どっか。穴開いてるかな。あ、服についてたのかな。怖かったからティッシュでこうやってひょってやって、こうやってくっついかせて外にひょってやって。ああ本当じゃん。お昼ご飯の時間にすいません皆さん、お昼ご飯タイムだった。うえー、虫はちょっとお断りしたい。こんにちは、どうも。みんなあと30分ぐらいでお話し会受付締め切りです。お話し会、ドキドキや。絶対ずっと待つ時間がある。キャー、安心してください。先ほど買い増しました。わお、ありがとう、ありがとう、待ってます。90分制っていうのがドキドキ、そしてフル部数っていうのがさらにドキドキ。わー、90分制で、今まで60分制で、90分制ドキドキ。そうか、みんなは、みんなのドキドキは支払いか、クレジット引き落としのドキドキ。そりゃドキドキや。ドキ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 、上の歯、下の歯、前歯、奥歯、シュワシュワ。ドラドラさん、ダルマン、ありがとう。こんにちは。食べたら磨く約束玄満、ぴょんぴょんぴょん。顔文字さん、花束じゃなかった、アイスカップじゃなかった、カップアイス、ありがとう、ありがとう。
お腹が空いてきた。腹ペコ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 ペコ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 シュワシュワ。年内分、そうだよ、おすすめは近い日程ですな。こんにちは。お昼休憩のみんなお疲れ様です。しっかりご飯を食べて、しっかり昼寝をしてから午後の業務に取り掛かってください。午後の業務が嫌だよって方は今ならまだ逃げれますでも逃げてしまうと明日の自分とかに全部ね、わーって逃げた分来ちゃうからダメです。戦うのです、戦うんです。そう、13時まで配信。あ、やばい、逃げようとしてる。やっぱダメです、逃げたら。ダーソクさん、誰もありがとう。逃げちゃダメだ。そうだよ、戦うんだ。いいか、私も早くお昼ご飯食べたい。納豆ご飯、卵焼き、いや、オートミール雑炊、卵雑炊、いや違うな、しっくりこないですね。何しようかな。おいしょ。あ、そっか、3連休明けか。そうじゃん、3連休明け。ファイト。おう、遠征控えないとやばい。私は来月帰るためにアイスチョキをしなきゃ。あ、来月、え、来月ってさ、祝日とかありますっけ。祝日あるよね、頭の方に。2週目か。スポーツの日、10月9日祝日か。帰れる日どこだろうね。なんかね、平日に帰ってもお母さんとか仕事でいないから、結局お家に一人なんですよ。だから帰るタイミングをね、ちょっと検討中。帰省するにしてもお母さんがいる日がいいからとか、でお母さんがお父さんとこに単身赴任してるとこに行ったりするから、それと被ってもさ、いないじゃん誰も。だから難しい。帰るタイミングでお母さん、お父さんとか行ったら、もう私と妹の二人っきり、バチバチのバトルが始まってしまいます。大変。二人っきりは危険だわ。おばあちゃんのお家に行くにも車がいるから、お母さんがいないと厳しいです。近所とかじゃないから。おばあちゃんも運転するけどさ、佐賀に住んでるから。おばあちゃん、この前は来てくれました、長崎まで。セリちゃんが一人だから、お母さんお仕事でセリちゃん一人だから、ばあちゃんが軽トラで行くって言って、軽トラで来てくれて、軽トラで一緒に
あの生地屋さんに行って生地を買いに行きました。おばあちゃんはあのミシンとかが趣味だから生地屋さんにねよくね行く。パセリ運転、うん、しないです。免許持ってるだけ。免許の持ち腐れです。持ってるだけ。身分証です。もう4年も運転してない。軽トラ、軽トラ助手席だよ。助手席ね。今年もさ、ソラハさんの昨日の配信見てさ、妹と喋ってるの見てさ、ほのぼのした。でも私の配信で私の配信妹出てもソラハさんとこは妹がまだ6歳だからほのぼのするけど、私の妹も22歳とかだからほのぼのしないと思うよ。22歳と6歳はもう違いすぎる。もうバトル、バチバチのバトル。ね、可愛かったな。でもいとこがねまだね6歳ぐらいなんですよね。いとこの子が。いっちゃんだるまありがとう。この前の土曜日になんか保育園最後の運動会みたいな、卒園前最後の運動会があったらしくて、帰ってきなよってお母さんに言われた。今年はあの人数制限、あのコロナ禍で人数制限があったらしいんですよ今まで。でも今年はないから帰ってきなよって、一緒行こうよってやったけどさ、いとこの運動会に行くためにさすがに帰れんなと。こっちにさ来る前はまだ2歳とか1歳とかで喋れなかったんですよ。なのにこの前帰ったらめっちゃ喋っててびっくりした。わあ、人間の成長ってすごいってなった。びっくりした、超喋ってた。え、帰りたいよ私だって。そんな簡単に帰れる距離じゃないんだ。お金もかかるし頻繁に帰れるわけじゃないから、その覚悟で生きてる。ちゃんと。としさんラブレターありがとう。アイドルって知ってると思う。でも理解はしないと思います。ただテレビとかで見るぐらいじゃない。イモースとか見れると。バラちゃんバラありがとう。山崎さんかわいいありがとう。10個ありがとう。カズノシーさんだるま5個ありがとう。ね、ユナナとかさよく家族でお出かけとかしてて羨ましいよ。でもね、ユナナからしたらずっと家族とかといるからもう鬱陶しいみたいな感じだし、もうずっといるから。この前のさホテルドーベアの時の配信とかでもさ、もうパパがずっと、もうダメみたいな言ってたじゃないですか。やっぱね、近くにいすぎても良くないのかもしれない。私多分ちょうどいい距離感にいるのかもしれん。トビーさんだるまありがとう。そう、ないものねだりですよね多分お互い。近すぎると、でも私も多分そうだもん。近すぎたらそうなる。距離か。私はちっちゃい頃からもう単身赴任でお父さん家にいないのが普通だったから、多分この仲良さでいれるけど。
でも多分さ、その年頃の時とかにさ、お父さんとずっと、しかも自分の部屋がないから実家、ずーっとリビングで過ごすと思ったらさ、お父さんも自分の部屋ないし、みんな家族自分の部屋ないからそこで過ごしてると思ったら多分バチバチだろうね、もし一緒に住んでたら。そう思ったらいいのかもしれない。こんにちは。ね、和解したいよね妹と。和解って別にそんななんかそう揉めてるわけじゃないけどね。こんにちは。また帰ったら実家から配信しますね。どんびーり。楓さんありがとう。実家暮らし、いやでも私はもう一人暮らしは別に将来一人暮らししたいかって言ったらそんなつもりはない。なんかよくさ「東京行きたいですか?」ってコメントとかさよくたまにこう来るけど、別にそういう気もなくお母さんと暮らしたいと思う。お母さんと長崎とかで。のびのびとかで全然いいから、別にそういうなんか都会で一人暮らししたい願望とか一切ないですね。全然ない。大変そうだもん。ミキヤくんハートありがとう。離れて暮らしてさ母のありがたみが分かる。こんにちは。お母さんはお母さんと喧嘩はしないけど話を聞いてない。お互い言ったじゃんみたいな、この前言ったじゃん、あそうだっけみたいな。お互い家族と暮らせなくなる。本当そうなの？あーもう自分のペースができて。そうか、でもそうだよね。お風呂入るタイミングとかご飯のタイミングとかそうだよ、ね、自分のペースでチャララチャ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 ラララ。世帯住宅、待ってください。待って、私とさなんか今さもしかしてパセと結婚した後のさ家の生活のこと書いてる。二世帯住宅がいいって、そういうわけではない。パセとパセと結婚して、あパセのお母さんも一緒住むんか、でも二世帯住宅がいいなーっていうコメントではない。大丈夫、お答えしとかなくて大丈夫確かにね、なんかそういう問題あるよね最近、一緒に住むかどうか問題みたいなね、ありますよね嫁姑問題的にね。そういうことではない、大丈夫。あいい案ですねって言われちゃった。やばい、提案してしまった。そういうつもりじゃなかったらしい。ああお断りしとこ。断りだ。ストレスがたまる。やっぱそう、のびのび暮らした方がいい。じゃあそうするわ、ずっと広島でのびのび暮らすわ。この家でこういうアイドルグッズに囲まれてのびのび暮らそうと思います。アイス勝手に食べられるよ。あそれは困るかも、結構困る。食料問題結構大事よ。名前書かんといけんってことですか。
か。こんにちは。少しの休憩時間だけど来たよ。ありがとう。お疲れ様です。みんなもしさ、パセリと住む機会があってもアイス食べたらダメですよ。もうそこで絶交です。絶交、小学生みたいもうダメです。タカミーさん、カップアイスありがとう。絶対に嫌だよ、アイスを食べるのと、あと炊飯器のご飯とかを。この前 X で流れてきた、最近 X さ、そういうなんか主婦事情みたいな流れてくるんだけど、最近流れてきたやつで見たのが、なんか旦那さんがご飯の炊飯器を洗いたくないから、一口もうこんぐらいのガチの一口、一食分とか言って一口を残したまま炊飯器放置してるみたいなやつ見て、それちょっと嫌だなと思ったから、みんなやめてね、もしパセリと暮らす機会あっても。しーちさん、お断りです。あの一口だけ残す系ちょっと嫌かも。あとティッシュとか、あと残り 2,3 枚かなって時に使わんどこうみたいな、新しいの出すの嫌だから使わんどこうみたいなやつとかあるじゃん、そういう問題絶対。ダメです。クロさん、カップアイス3個ありがとう。マルさん、だるまありがとう。そう、お茶碗にお米一粒もダメです。あとご飯食べたらちゃんとちょっと水につけといてほしい、お皿。よろしくお願いします。あ、ペットボトルとか、なんかさ言うよね、ペットボトルの少しだけ残して、ね、残しとくみたいなやつ、あれがまだ理解できなくて。やっちゃう系ですか、みんな。ペットボトル若干残して部屋に置きっぱみたいなやつ、なんで、どういう心理なんだろう、あれって。飲み切ってポイってしたらいいのに、若干残して置いとくやつ、あれは何なんだ。こんにちは。無意識。よく見るよね。だってさ、テレビのバラエティとかのお掃除番組とかあるじゃん。ゴミ屋敷企画みたいなやつとかで見るの、大体そういうゴミじゃないですか。ね。なんで。陣内さん、だるまありがとう。瓶入りのリンゴジュース放置したら爆発した。怖っ、怖っ。んでなんで。パセが昔テレビで見て怖っと思ったのは、窓際に水晶みたいなガラスの玉みたいな置いてて、それに光が反射して火事になったみたいなやつ見て、もう恐ろしくて。そういうこと、ガラスも瓶もそういうこと。ひゃー、怖い怖い。じゃあパセはメールとかショールームで生活のさあリズムとか全部教えてるから、みんな合わせといてください。まっちゃんです、お断りです。お断りだよ。発行したのか、昨日のアイドルアラモードめっちゃ楽しかった。わー、ありがとう。わー、ノーミョンのファンだ。あはまたね、一緒に出れるといいけどね。今はゆっくりお休みして、またね帰ってきてくれるといいですね、元気に。そう、昨日はマイハさんが出てくれて、先輩の中に一人後輩だった、ドキドキでした、本当にドキドキだったけど。
PR 舞台とかで、あかりんさんとかとは出る機会あったから安心して踊れました。もうみんなバイバイの時間、あと少し、あと10分ちょっとくらいか。一緒に住む際の注意事項、まずアイスを勝手に食べない、ペットボトルは飲み切って捨てる、ちゃんと分別する、あと何でしょう、何だろう、みんなは何かありますか、逆に。パセリこういうとこ直しといてよね、俺と住みたいんだったらここ直しといてよねみたいなあったら言って。洗濯物、洗濯物ですか、別で別でもいいですか。あ、ちゃんと白い服とか、白い服は色物と分けよう。もりもりさん、ハートありがとう。うん、ゴミはゴミ箱にお願いします。洗濯、靴下はさ、靴下だけで洗おう。お小遣い多めで、やばい、わかった。あ、冷房ね、確かに私扇風機派だけど、どう、どうですか扇風機派。ゴミステーションに持っていくのはどっち。あー、それもよく流れてくる、最近 X のなんか奥さんの旦那さんに直してほしいところみたいな流れてくるんですけど、バズってるくない最近そういうの。そういうの見ると、なんかゴミを出したっていうのは家中のゴミを集めてちゃんと分別して出した、ゴミを出しただけど、いや、ゴミ出したよっていう人の大抵は奥さんが用意して分別して玄関まで出したやつをそのゴミステーションまで持ってくみたいなやつを見て、はあ、難しい、そういう問題もあるのかと。ね、一個そういうの見ちゃったらさ、流れてくるじゃないですか、同じやつが。多分何かで一回見ちゃったから、そういうのばっか流れてくるんですよ。ね、分別で洗う前のペットボトル、ペットボトルためがち、わかる、わかるよ、それは実家の頃によくあった。あとペットボトルを洗ってちゃんと中の水が乾くまでに置いとく時のあのスペースとか。あ、そうなんですよ、そう、この前ミステリーという勿れのスペシャル版でもそれ言ってましたね。あ、これ X で見たやつやってなった、私真剣ゼミの気持ちで見てたもん。ゴミ出し、ゴミゴミ大事。アダムダンさん、ハートありがとう。サウナ行ってもいい、いいよ、許可制だった、いいよ。あ、ね、福岡に住んだらゴミ回収寄るらしいですよ。流星さん、だるま、陣内さん、ハートありがとう。門限はありますか。じゃあどうする、門限決めよう。じゃあでもさ、夜勤の人とかだったら大変、門限決めたらもう守れない。朝起こすの、わかった釣りとバンド練習に行くことだけ許してもらえたら全然 OKOK よ、そりゃ
そう、福岡夜に回収するらしい。でもさ、広島もさ夜に走ってません？ゴミ収集車走ってるよね、ボーみたいな。なんかたまにさ、レッスンの帰りとかお仕事帰りで帰ってくる時とかボーみたいな音が聞こえて振り返ったらゴミ収集車みたいな走ってる。あれ夜に回収してんのかな、走ってるだけかな、ドライブ。こんにちは、おたかつしてもいい？オッケー、オッケーだよ。あ、業務用？あー、お店が閉まった後に。なるほど。あー、そうなんだ。お家とかのやつは、お家はお昼に来てるけど、お店とかは閉まった後の夜に回収してるってこと。大変だ。そうなのか。ちっちゃい頃はゴミ収集車のさ、こうやって乗ってる人いるじゃん、こうやってかっこいいと思ってた。おたかつオッケー、オッケーです。でも放置されたら寂しいかも。かまってーってなるかもしれない。かまってくださーい。確かに最近あれ見ない。ダメになったのかな。ちっちゃい頃とかよく痛くない？昔。あ、そうなの？確かに見たいね最近。そうなのか、ダメなのか。リンゴジュースは放置してもパセリは放置しません。そうだよ、パセリのさ怒りがバーンなる前に。ケーキバイキング、じゃあスイパラに行きましょう。スイパラ、ダメになったのか。ちっちゃい頃はよく見たけど見ないなと思った。あ、軽トラの後ろ乗りやつね、見ないね。リコチルームでの貴族遊び、何？リコチルーム貴族遊びが行われてるんですか？何？リコちゃんのルームさ、私いつも気になるからたまにチラ見するけど。貴族の遊びが行われてるの、あそこでは。秘密の遊びが行われてるんですか？気になっちゃう、そりゃ。ドレスコードとかあるの？結婚して子供が生まれてセリカ呼びの方がいいですか？え、もともとセリカ呼びをしようとしてるんですか、もしかして。パセリでお願いします。あれ、移籍するとミラーボール投げるシステム、なんだそのシステム。そんなシステムがあるの？盛り上げてくれてんの、みんながフロア沸かせてんの、最高じゃないですか。ウェイウェイ。でもリコちゃん、あのガチのミラーボール持ってるじゃん、こうやって部屋をさミラーボールみたいなやつ持ってるよね。こんにちは。気づくシステム初めて知った。知らない世界があるもんだ。でも多
私のルームもさ結構さ独特だと思うよ。結婚してみたいな、お断りギフトありがとうとか言って、お断りですとか言ったの多分他から見たらきっと変だよね。なんだろう、何を言ってるんだろうこの人はってなる。パンちゃんはプラネタリウムを持ってる。え、私もさプラネタリウム、プラネタリウムか、あのあれあるじゃん、テレビをさ壁に映すやつ、あれいいなと思ったけど壁ないんだよね映せる壁なんかこの壁か木の壁か、ここのさショールームの背景のこの壁かぐらいしかない。ベッドを壁に置いてるから反対側木なんですよ、木の壁なんですよ、映れないじゃん。あのテレビとか映したらさ木の木目映るじゃないですか。天井か、天井に映したらいいのか。そんなスペースもない、そんな広いお家じゃない。こっちはね、こっちの壁はここの隣はねピヨー、デカパセリ、パセリパネルがいます。ここは飾ってます。あ、布を貼ったらいいのか。おうおう、壁に、え、壁にさくっついてるテレビってさあれ落ちないんですか。いつもなんかそわそわする、ああいうのをさ見ると。テレビで芸能人のオタク紹介みたいなあるじゃん、おうち訪問みたいな、ああいうので見るとさそわそわしちゃう。え、テレビ落ちないのってなる。でもいいよねあれ、だって掃除のスペースが減るじゃないですか、テレビ台とかのホコリがたまらなくて。そろそろ終わりの時間ですね。スクリーン、いやスクリーンを買うまではないな。こんにちは。柱に打ち付けてあんの。でもちょっとそわそわする、そわそわそわ。だってさ橋だってさ、すっごい深い谷にある橋だってさちゃんと止めてるけど不安になるじゃないですか。多分ああいうのだよ、ああいう心理だよ。テレビって高いじゃん、高級なものがそんな壁に貼ってあったらそわそわ。怖いな、ジェットコースターとか。この前ジェットコースターのニュース見てまた怖くなっちゃった、頂上で止まったやつ。キャー、なんか頂上で止まったジェットコースターの記事があって、そのコメント欄に、なんでこういう時いつも頂上で止まるんだろう、こういう下とかで止まらないのかなみたいな書いてあってさ、確かにって思って。ジェットコースター止まるって時大体この状態かこの状態じゃないですか、ここのとこにいないよね。くにさん、カップアイス10個ありがとう。あ、勢いがあるから止まれないのか、シュッって言ったらシュッってこと、止まるってこと。おお、怖い怖い。安全に気をつけて乗らなきゃ。もうやっぱり乗る前は家族に報告しよう。嫌までもしてたけど私はユニバに行ってジェットコースター乗る前は今から乗りますってちゃんとメンバーとかにも言う、今から乗ってきます、何があるかで、ね、私はね、あの酔わないかが怖いんですよジェットコースター。途中で酔ったらさ、もし酔って口から何か出ちゃった場合周りに迷惑かかるじゃないですか、だからそれも怖くて酔い止めを絶対に飲むようにしてる、ね、
こんにちは。確かに例聞いたことないな。でもありそう。秘密なだけで、恥ずかしいから秘密にしてるだけで、あるのかもしれん。酔い止め大事。最近新幹線で酔うけんね、酔い止めはちゃんとバッグに常備してます。やだ、三半規管整える方法があったら教えてください。強くしたい。超困るんですよ、移動が多いから。車、タクシー、バスとか移動結構あったりするから。会場からホテルとかさ、ホテルから駅とか、そういう時とか移動、ちょこちょこの移動とかで酔っちゃう。そうなんです、酔いやすい。もう1時過ぎてるよね。終わろうかな。終わろう。他に意識強くなる何かがあればいけそんな気がする。なんだろう。私ね、ちっちゃい頃はカリカリ梅を食べたら酔わないっていうのがあったから、絶対にお母さんの車乗るときはカリカリ梅をかじってた。ずっとずっとカリカリ梅食べてた。おすすめ、結構酸っぱいものとかいいかも。よっちゃんイカとか、よっちゃんイカとかおすすめだけど、問題は車の中ちょっと匂いとか大事だよってくらいかな。おすすめです。じゃあそろそろ皆さんお仕事に戻ってください。やっ、いやありがとうございました。ではでは壇上いきます。13位、右田ピポさん。12位、丸さん。11位、トールさん。10位、陣内さん。9位、ゆきさん。8位、ジュノラゴさん。7位、クワドリさん。6位、ケンジさん。5位、カメさん。4位、シュンさん。3位、カズノシンさん。2位、山崎さん。1位、流星さん。ありがとうございます。ありがとう、お疲れ様です。ありがとうございました。ではまた夜、今日は公演があるかな、他のユニットたち、スタジオとチャートリの公演が多分あるので、その公演後とかになると思います。配信ありがとうございました。バイバイ。